そして次のモンスターを呼び込みたいと思います。次のモンスターはこいつだ、ミーメイ。いやーすごいですね、これは豪華な戦いとなっております。さあミーメイ君、本日モンスターとして、前回はですね飛び入り参加でモンスターを討伐しに来ていたんですけど、今回モンスターとしての出演ですけど、意気込みをお聞かせください。あ、よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。よろしくお願いします。さあそれでは行きましょう。そのミメイに挑戦するのはこいつだ、チェックアウト。これが俺にオンデマンド、飯田だ。炎上万博のね、運営やってる飯田と申します。当日ね、裏方にいたんですけど、星野ロミに喧嘩売られて、そこになんかミメイ君がやっぱ飯田とやりたいみたいな感じで、なんか結局僕とミメイ君で決まっちゃったんですけど、ミメイ君なんか俺に言ったことあるわけ？だったらオーディション会場で直接言えよ。音に乗らなきゃ何も言えないの？まあいろんな大会で僕一勝もまだしてないんですけど、ミメイ君やったらまあ勝てるかなって思います。根拠は顔。弱そうな顔してるよね。いるよね、クラスにああいう顔の人。なんか運動もできなくて勉強もできなくて、なんか一人でさ、シコシコさ、誰も興味がないさ、趣味をさ、なんか机でやってる。何ができたのかなと思ったら、なんか変なもん作ってるやついるよね。絶対あいつ2年後捕まってる、はあ、俺が捕まる前に説教しやるよ。やる気だけは伝わってきたよ。頑張ります。挑戦者、イーダー。ぜひ泣きながら帰ってほしいですね。はい、ボコボコにして、ミメイ。ミメイの悲鳴聞かしてやるよ。おお100回聞いたそれ。いろんな人から100回聞いた。さあそれではこちらの試合はですね、8小節の3ターン勝負となっております。それではビートを聞かせてください、 DJ ケンゴ。おお、ドップドップ。ナイスビート。それでは先攻後攻を決めるじゃんけんをお願いいたします。最初はグー。お、選択選びます。おーい、言うしかないもんな。もう戦いは始まっているようです。それでは行きましょう。先攻飯田、後攻未明、8小節3ターン勝負、ラリーファイ。いやー未明君、まあ最初だから俺をウォーミングアップに使ってもらって構わないよ。裏でいろいろ喋ったね。でもさ、大阪のこいつ喋ってくれたけど、オーディションで全然喋ってくれなかったよね。なんか全然草も生えなかった。でもミメイ君、モンスターの中で一番好きなとこある。お前草一番やってなさそう。だってな、この番組やったから分かるけど、みんな草吸ってそうでみんな怖いだもん。何言ってるか分かったやついる。まずマイクの使い方から下手すぎと思いません？ここはサバイバル、ほんで俺は様になる。マイクの持ち方とかちなみに分かります？おっちゃん、ほんで俺がなんで2年後つかまんねん。俺絶対何も悪いことしてへんやろ。お前今日負け犬な、セントバーナード。顔面凶器の通意で現行犯逮捕。音になったらなんかめちゃくちゃ喋れるじゃん。マイクの使い方俺分かってるつもり。え、聞こえなかったみんな。じゃあこれから喋るね。ミメイ君2年後きっと捕まる理由。みんなさ、大麻とかで派手に捕まるじゃん。こいつ絶対性犯罪とかで捕まるタイプ。自分の理想と現実の差がありすぎて、理想の女にカバーかけんじゃん、バカ野郎。なんでやねん、全部偏見で。お前物申してくんなよ。あと頭悪そうで隅っこでって、俺全国模試国語2位じゃしばくぞ。ってもう無理やん、もう無理やん、何も語れへんやん、もう無理やん。だってなんか顔のこととか言ってたけど、握ってみろよ、片手にマイク。顔のことどうこう、黙れブサイク。黙れブサイクとかさ、もう何回も言われてっから全然傷つかないよ。だけど前半のやつ結構傷ついた。なかなかやるじゃん。俺を傷つけるのはツイッターのやつらじゃないけど、なんかツイッターで論争してるけど、俺はレペゼンが一番ヒップホップだと思ってるからついてきてる。みんなが言うエニメニュー、俺がラッツーとエミネムが俺の DJ 社長だから。おう、まあまあよう分からんけども、
ツイッターのディスとかはあんま気にせん方がいいで。エミネムみたいに俺はラップゴッドでスピード違反。今日はミメイク参りましたってツイートしな。いや、青いトリプルバードみたいにもう負けたみたいな顔したら負けるから最後までギリギリ俺勝ってるみたいな顔して勝っといた方がまだギリギリ勝率あんで無理やけど。終了。いやあのまずずっとこっちから見てたんですけど、飯田一回もミメイ君と目合ってないっす。確かにでも一回目は何も聞こえんかった。ちょいちょい僕できてますかっていう確認の顔こっちに向けてくる。はい、ということでまずはお客さんの方の声を聞きましょう。先行飯田。よかったよって言われた。よかったよ、めっちゃおもろい。ここみなー。さあ、それでは皆さん判定いきましょう。レイジャージ。赤勝者みめー。いやー、素晴らしかったです。あの多分ですけど全国模試2位以降オーバーキルっすよ。オーバーキルやった。あそこ以降もう全部っすよ。頭ええやな。もう何も勝てへんじゃん。74くらいは食らった。頭だけは勝てると思っとった。74ありません。おお、すごいね。74あんの、すごい、ね、ありました。今30くらいまでいってるんですけど。いやそんなバカだ。はい、ちょっとこれね、練習しなきゃあの勝負にもならんから、インフルエンサーラップ部使って練習します。よ、はい、逆に前回から今回練習してないってことですか。あ、ちょっとだけしましたけど。あ、でもね、なんか上手くなってたから。 ありがとうございます。はい、バトルの動画めっちゃ見て研究したっす。 ありがとうございます。いや、みんなあのラップ練習してあの舞台立ちましょう。頑張りましょう。ええよ、ありがとうございました。飯田君に大きな拍手。そして飯田君、なんと今月誕生日だったみたいなんで誕生日おめでとう。